私飯坂温泉の方で桃りんごさくらんぼ柿作っている果樹農家でございます。桃が好きすぎて好きすぎて好きすぎて食べれる桃が全然なくなっちゃった、そんな切ない歌好きすぎて聴いてください。いやー君を誘い出すためのプロジェクト外交カフェなんかで行き逆にサプライズ期待拡大気になる店あるってこの展開でした。ありがとう。